はい、今もですねこの学校の落成式がですねずっと続いているんですけど、まあ、こちらの方でですね、でこの後ろの建物、じゃあねこのね新しいあの学校が建ったわけですけど、じゃあその前までですね、じゃあみんな学校行ってなかったのってね、どうしてたのってちょっと聞いたらですね、答えはですねこれです、これが学校なんですね。だから今もこれでここを学校としてやっているということで、これ校舎です、全校舎、生徒どれぐらいだろう、多分40人ぐらいいたかなと思うんですけど、これが校舎なんですね、はい、だからここで学校の先生はいるそうなんで、今もですね先生が10人ぐらいいたかないましたけども、ここが校舎です。で職員室兼教室兼みたいな、でもねこれ意外と涼しいですね、これが机、ここでみんな勉強しているという勉強机ですね。黒板、黒板はないの、ですね、こんな様子です。これが水道、これがトイレですね、でこんな立派な校舎があったっていうのは本当に素晴らしい活動されてますね。ここでなぜかご飯作ってますね。おお、スープ、ベジタブルスープ。おお、グッド。あそこに棚田が見えますね、向こうの方にね。これは何なんだろうな、この建物は、ね。でもこれで教室が5個できたって本当にすごい革命ですね。素晴らしい活動ですね。これは何なんだろう、あの赤い、青ざけられてる方がね、先生ですね。ベトナムはね、あの木がすごいですね。先生いっぱいいますね。これ鶏肉ですね。料理作ってくれてますね。学校の裏がもう、これ何でトウモロコシ、サトウキビ畑になってますね。うん。いやいや、はい。この赤い青材ってるの先生ですね。はい。開校式のパーティー終わったので、それでは帰ります。ただなんかめちゃくちゃ暑いですね。ベトナムの人もめちゃくちゃ暑いって言って、段ボールを頭にかぶって帰っていきます。ここ、トアンさん曰く、ものすごい田舎だそうですね。まあ、見たらそのまんまですけど。これが棚田になってますね、はい、ここからまた30分ぐらいかけてバスに戻ります。はい、すごい貴重な経験ができてよかったです。ブンブンブン、